この機能を使うことで外部参照に関わる様々な修正作業の手間を削減することができます。絶対パスによる参照構造の破損というとちょっと怖い表現ですが、要するに外部参照先を見失ってしまう状態のことを言っています。絶対パスを使っていると、その対象となる図面ファイルを移動した場合、例えば客先に送るとか、ハードディスク内のフォルダー整理をした場合、あるべき場所にその図面ファイルが見つからなくなってしまいます。このような状態を避けるためには、パスの種類を絶対パスではなく相対パスにしておくのが良い方法です。ところが、これまでのバージョンでは規定のパスの種類が絶対パスになっていました。 AutoCAD 2018 では規定のパスの種類が相対パスに変更されました。このことで外部参照図面を見失ってしまう危険を回避することができるようになりました。今、外部参照を含んでいる図面を開いています。一見問題なく表示されているように見えますが、実際にはいくつかの参照図面が見つからないとのエラーが表示されています。エラーとなる原因はいろいろですが、パスの種類が絶対パスになっているためということがよくある原因の一つです。新規に図面を作成し、いくつかの図面を外部参照してみましょう。ダイアログボックスのパスの種類の箇所が相対パスになっています。2018バージョンではこれが規定値です。保存されるまでの間はパスの頭にアスタリスクが表示されます。保存すると相対パスが正しく表示されるようになります。従来のバージョンでは新規図面の場合、どこに保存されるかが未定のため、どこかに保存するまでの間、相対パスに変更することができませんでした。この図面を別のフォルダーに名前を変えて保存してみましょう。名前をつけて保存を実行すると、相対パスを更新しなさいとのメッセージが表示されます。更新を選択して保存すると、正しい関係を保つよう相対パスの内容が修正されています。開いた図面ファイルが外部参照先を見失ってしまった場合は、正しい参照先に修正する必要があります。外部参照している図面がたくさんあると、この修正が大変でした。 AutoCAD 2018ではこの参照先を修正するための機能が2つ追加されました。1つは、新しいパスを選択したときに他の外部参照も同じパスに変更することができるようになりました。もう1つは、検索と置換を使う方法です。それから、ネストされた外部参照でも参照の階層を正しく表示できるようになりました。例えば、参照が親と子と孫の関係を持っている場合に、子への参照を見失っていたとしても、親、子、孫の関係を保って表示することができます。それでは画面をご覧いただきます。今、外部参照を含んだ図面を開いています。見つからない参照ファイルがあるとの警告画面が表示されます。外部参照パレットを表示して修正をしてみましょう。見つかりませんというのは、指定されたパスにファイルが存在しない状態を表しています。さらに、故事というのは、ネストされた参照を示します。つまり、見つからない図面が参照している状態を示します。このような状態でも階層表示を行うと、
正しく階層構造を表示します。見つからない参照をどれか選択をしてからコンテキストメニューを表示します。新しいパスを選択し、正しい参照先を選択します。この時、他の見つからない参照に同じパスを適用しますかというメッセージが出ます。ここで「はい」を選択すると、他の見つからない参照ファイルの参照先を一度に修正することができます。検索と置換を使って参照パスの修正をする機能も提供されています。パスを置き換えたい図面をいくつか選択し、検索と置換を実行します。置換後のパスを指定します。すべて置換を実行すると、パスが修正されます。これらの修正機能は、参照が壊れて図面を見失っている場合だけではなく、図面ファイルの移動やコピーデザインをするときにも活用できます。参照を含んだ図面を一式、別のフォルダーにコピーを行っても、参照先のパスは元の場所のままになっています。これに気がつかないでいると、新しい設計をしているつもりで、オリジナルの方の図面を編集してしまう危険があります。図面を一式コピーしたときに、この機能を使って参照先のパスを一度に変更しておけば便利です。外部参照を含んだ図面を関係者の間で双方向に運用したい場合があります。あるいはネットワーク越しに図面を開く場合があります。図面を受け取るたび、開くたびにお互いに参照パスの修正をするのは少々面倒です。このような場合はプロジェクトファイルの検索パスを使うと便利です。これは AutoCAD 2018 の新機能ではなく、従来からある機能ですので、本日は詳しい説明をしませんが、興味のある方はオンラインヘルプでご確認ください。